加藤裕人さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジブロリンフェスティバル一発目、釣り輪の演技から入ると思うんですけども、釣り輪の今日の見どころ教えてください。普段使っていない